ご機嫌クッキングのコーナーです。今日の先生をご紹介します。盛岡グランドホテルのミヤさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。美味しいご飯お願いします。ゆうこさんにお願いします。元気の出るおいしいご飯を、はい、ということで今日作るのはこちらです。食べ盛りにというテーマです。カルボナーラ風リゾットを作りますよ。美味しそう。それではお願いします。お願いします。はい、じゃあけん玉失敗した先生に言われてる。美味しいご飯を元気出るものでお願いします。そうですね、はい、食べ盛りということで今週は、はいはい、作っていきたいと思います。優しいな、はい、まずはですねフライパンの中にオリーブオイル敷きまして、はい、短冊切りのベーコンとは薄切りにした玉ねぎを今炒めております。で玉ねぎはですね、まあ、透き通ってこうしんなりするまで炒めてください。特にあの、はい、キツネルとかにする必要はございませんのでしんなりするまで炒めてください。で、はい、そこにですね、牛乳、お水、そして固形コンソメをですね入れて沸かしていきます。はい、と固形コンソメですね、まあ、固形がなければ顆粒でも結構です。はい、でここで沸騰させます。はい、沸騰させちゃっていいですね。そうですね、ここで一回沸騰させます。沸かします。まあ、あのいいもし、うん、容量がもしいっぱい例えばこの倍作りたいよとか、うん、こう大人数分作りたい場合はそれに見合った大きいお鍋とかで作っていただければいいかなと思います。今日は、はい、2人前なので、中ぐらいのサイズのフライパンで作ってます。で、はい、もう沸騰しましたね。で沸騰してきましたらご飯です。ご飯お茶碗2杯分入れます。はい、お茶碗2杯分、はい、でも炊いたご飯特に洗ったりせずそのままで結構です。はい、はい、でここでコトコト煮込んでいきます。で軽くですねとろみがついてきますので本当ほんのりこうとろみがつくまで煮てください。はい、はい、まあ、もしご飯が冷たい場合はちょっと時間かかるかもしれませんが、うん、本当にもうあったかいご飯とかですね常温のご飯で作るとすぐ作れますので、うん、はい、簡単にできるのもいいですね。はい、簡単にできます。コンソメのいい香り、はい、今もこんな感じでちょっとこう軽くとろみがついてきました。はいはいはい、でご飯がこう牛乳をですね吸っていきます。まあ、もうこのぐらいで大丈夫ですかね。あと、うん、はい、塩を少し入れていきます。これベーコンとかですねコンソメの塩味もありますし、はい、後にこれチーズ入るんですけれども、はい、まあ、チーズの塩分もありますので、まあ、この時点では少々整えるぐらいで結構です。はいはい、であとはもう一番最後にちょっと味見していただいて足りなければその時点で塩足して構いませんので。ああ、そういうことですね。はい、でここで火を一旦止めます。はい、止めて、はい、で止めてからですね、こちら粉チーズと卵を混ぜ合わせたものです。でこれをですね、火を止めてからこの中に入れていきます。止めてからがポイント。はい、止めてから入れます。そしてここでよく混ぜ合わせます。はい、まあ、そうするとですねどん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 、うん、ナポリタンではなく今日はあ、間違えた。ゆうたさん今日どうしました。ちょっとこれが今赤すぎてさあ、今本気間違いですか。いや、ごめんなさい、本気間違い、本気間違いだ。けん玉のショックが こなっちゃったみたいで、今赤いものに引っ張られました。今日はカルボナーラ風でございます。はい、ごめんなさい、もう本当に気にしないつもりだ。ごめんなさい、いろんなカルボナーラ風です。引っ張られてましたね。はい、はい、赤いのではなくて、ね、黄色い仕上がりになります。ごめんなさい、黄色、はい、次ちょっと黄色のけん玉で、はい、このやりますという、まあ、笑ってる間にできちゃいました。それぐらいあっという間にね、簡単にできると。はい、器に混ぜ合わせるだけですもんね。まあ、こんな感じでとろっとリゾット風に、はい、とろみがなります。でも結構玉ねぎも入ってましたけど、そうですね、いい具合にしんなりして、はい、ね、美味しいです。今の時期ですとあの新玉ねぎもありますので、なお美味しいかなと思いますね。あら、はい、で最後に、黒胡椒と風味でカリカリ。あ、いいですね。はい、これ食べ盛りはやっぱ、まあ、バクバク食べるだろうね。でパセリをちょっと散らしていただいて、まあ、もしご自宅にあればですね、はい、乾燥のパセリで結構ですので青みを振ってください。はい、はい、完成です。はい、完成しました。それでは材料です。はい、カルボナーラ風です、リゾットですよ。2人分ですね、ご飯お茶碗2杯分、ベーコン2枚、玉ねぎ4分の1個、オリーブオイル適量、牛乳水それぞれ1カップ、固形コンソメ2分の1個、塩少々、卵2個、粉チーズ大さじ4、黒胡椒適量です。材料レシピはホームページまたはテレリンクに掲載しています。なお今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。さあ、はい、それではいただきましょうか。いただきます。はい、可愛らしいこの、あ、これ泣けんなおからのね
ただきます。わあ、いい色ですよね。いただきます。うん、クリーミーで美味しい。なんだろう、優しくてなんかホッとする味ですよね、うん、卵の風味とベーコンの味わいと、うん、はい、そうですよね。ちょっとベーコンで塩味があってね、でまたチーズのこの香りがまた立って、うん、濃厚な感じで、はい、いやー、これやっぱご飯との相性もいいですね。パスタもいいけどやっぱりリゾットにしても味は間違いないですね、うん、はい、ありがとうございます。あのご飯が余った時なんかにもぜひ作っていただきたいですし、うん、ですね、はい、まあ、食べ盛りということだったので、はい、まあ、あの牛乳と卵に含まれている栄養もすごい高いので、はい、そういった点からもおすすめです。はい、これはでもかなりバクバク食べちゃいます。これね、量いっぱい食べられそうですよね、お子さんでも、ね、はい、うん、いやー、美味しい。元気になりましたか？いや、なんといっても元気出ました。あ、よかった。先生、よかったです。カルボナーラ風でカルボナーラ風で元気出ました。はい、よかったです。ここからね、さらに頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。さあ、それでは来週月曜日のメニューです。テーマ、初夏を感じるということでして、ホヤとトマトのオーブン焼きを作ります。材料はホヤ、トマト、エクストラバージンオリーブオイルをご用意ください。今日のご機嫌クッキングはミヤさんに教えてもらいました。はい、先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。